日立のつえチャンネル、原点に戻りたいと思います。そうです、ここに来て日立のつえチャンネル原点に戻りたいと考えてます。まあその何が原点なのかと言いますと、僕が日立のつえチャンネルっていうチャンネルをやる前に別の名前のチャンネルでやってた企画があるんですよ。その企画っていうのがリクエスト聴講、視聴者さんにどこどこに行ってバッスリしてくださいって言われたところに俺が行ってガチでバッスリをする、そういう自分にとってもチャレンジする、そういうバッスリの企画を YouTube を始めた当初はやってたんですよ。まあ僕もその頃よりもだいぶバッスリに関しては進化したと思うんですよ。なのでここで改めて自分へのチャレンジっていう気持ちも込めてリクエスト聴講っていうのを復活させたいと思ってます。メンバーとしてはまあ俺で、こうくん。今回はスペシャルゲストに OSB プロスタッフのともっちと。この3人でね、例えば行ける日にちとかでメンバー構成して釣りに行くと。この企画ガチなんで、ある意味エキサイティングなバス釣り、本気のバス釣りっていうのをお見せできるとは思いますので、その辺で楽しさを見てる方と共有しようかな。視聴者さんのリクエストがないと、この企画は成り立ちませんので、ぜひリクエストの方をね、こちらの動画のコメント欄の方にコメントしてください。行く場所とかなんですけども、例えばどこどこに行ってくださいって言われたものを紙で書いてきます。で、くじ箱の中に入れて、ガラガラポンって出たところにバッスリしに行く。そういう感じでやろうと思ってます。エリアなんですけども、これはまずはもう関東でお願いします。関東だったら逆に言うと、どこにでも行きます。関東のリクエストされたとこ、で、くじでポンって出たとこ、そこに我々が本気でバッスリ行って、どういう釣りをしていくかっていうところを動画に収めますので、そのあたりを見ていただければと思います。ただ復活させるだけじゃ面白くない。なんで、今回考えた新ルールとしては、例えばリクエストされた場所、野池、リザーバー、まあいろいろあると思うんですけど、行ったとして、もし釣れなかったとしたら、俺のタックルボックスから、ルアーをポンと1個取って、こちらを視聴者プレゼントにしたいと思います。なんで、もしも釣れなかったら、ルアーが1個視聴者プレゼントになります。釣れたら釣れたで、こういう釣りで釣ったんだっていうところで楽しんでもらえればと思いますので、早速、こちらの動画のコメント欄の方にリクエストをよろしくお願いします。我々の本気のバス釣り見せてやるぜということで、日立のシムでした。またね。今の完璧っすね。完璧。これが This is ドラマ魚。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。やり。